マコナコです。いよいよリーグ戦最後の試合、アルゼンチンとの対決、これ勝てるか勝てないかで、これ引き分けではダメなんですよね。勝たないといけない。対アルゼンチン戦は原作でもかなり強かったと思うんだけど、ファンディアスがいる、桁外れの攻撃力があるだろう。だがディアスを抑えることができれば誰ができるんだって話だよな。それではスタメン変えていこう。どうしたかな、ミスギを最後真ん中に持ってきたいので、真ん中に石崎入れて、サイドに澤田で、佐野は美咲に変える。これぐらいかな、できることといえば。では行きましょう。全日本のゴールは俺が守る。守ってくれ本当に。三角飛び使える回数限りが多分出てくるから、これパス回しで時間稼ぐのもありなのかなとか考えるんだけど、ゲーム的にどうなんだみたいなところがあるからね、その遊び方は。いや、いいんだけれどもね、それをやってもやっぱりガンガン攻めていきたいね気がするんで。美咲くんでずっとワンツーやってれば、美咲と翼でディアスくん出てきた、コンビプレイでね。あーっと、ディアスくんにマークされてパスができない。まだ囲みを突破できない。囲んでいるのは敵の4番、そしてディアスくん。タックルはかわして、違う、ディアスくんさらにマーク。あー、コンビプレイでも、あった、効いたね。ディアスくんパスカット、高いボールはアルゼンチンに渡ってしまったぞ。そしてディアスくんパスキャッチ。ちょいっと、これ誰か止められる人がいるのかどうか。パスカルくんにパスが渡って、さらにパス多分戻すのか、いや全く別の人。ここら辺は誰も取り付いてくれないんでね。でこの4番のシュートパンチングでやっても下手したら入ってしまうのもね、ディアス以外にやられるのもちょっと尺なんでね。まあ1回目使って、この後はまたガッツが回復するだろうから。あ、澤田、あ、間違えたな、澤田。なんで澤田が入ってるんだ。澤田ヒューガと同じ学校のね人。ソーダとサワダを間違えたっぽいな自分。ソーダを一旦外して、でそれでまた場所変えて中に入れようとしたんだけど、間違えてサワダを入れてしまったっていう。まあいいや、後半変えることはできるだろうから。さて敵の5番、もう一回コンビプレイで中まで切り込んで、どうするかな、翼でドライブ中飾り行くか、それともヒューガ君で、ヒューガ君で行ってもらおう。オーバーヘッドでもいいけれども、ドリブルからのネオタイガーショット、ここで確実に1点を決める。うん、ゴールネットを突き破り、アルゼンチンから1点もらった。だがこれは勝たなきゃいけないから、ここで取り返されたら話にならない。パスカル君のパスは敵の8番。あー、このシュート三角飛びで確実に取る。そしてこれはこれも確実に点数を取らないといけない状況。石崎か、こいつはなんでこんな前にいるんだ。ずいぶんと美咲にパスして、他のキャラ使う余裕がないんだよね。もうヒューガと翼と美咲あたりで攻め続けるしかないような気がする。ドリブルでここでまたネオタイガーショット。でもこれでもうヒューガーもほとんど使えなくなったような気がするけど、どうだろうかな。よっしゃ、もう1点入れて、
だがだが2点差では油断できないというのは日本人誰もが知っていること。このあと3点入れられる可能性もあるから。これは厳しい。7番にかわされて、でも松山くんが取り付いた。これドリブルで来るの？全部ドリブルだな。名前がない人、こここんな離れたところから取れないなんてことあるのかよ。それは想定外だな。全然ディアスとか関係ないところでやられてる。これまた岬から起点になってもらおう。次は翼あたりに。ディアスから敵にボール渡ってしまった。これ 2-1 のままなんとかしのぎたい。誰か敵に当たってくんないか、当たってくんないか。よし、和夫くんたちが取り囲み。パス、鋭いパス。石崎くんが時間稼ぎをやってくれるが、あと40秒。3、びっくりした。なんで沢田くんなんだ。パスカット。0秒になって、あれ沢田、あれ今沢田って顔がなんか相田の顔になってたような気がするけど。沢田じゃないんで、相田なんでね。で石崎に変えて三杉くんを入れる。ヒューがポイントいくつかとか分かんないか。ここでは終わり。ヒューがは120ガッツんで、一方若島津464。この辺りがどうなるか。誰にも会話できそうな人いないな、これは。じゃあ翼くんで。南米に旅立つね、翼。このアルゼンチンにも勝たねばなるまい。さて、パスカルくんからスタート。パスカルくんは、これディアスに回らないだけでも助かるよね。ここら辺止めてほしかったんだけど、もうこれしかない、球を止めるには。そしてこのカウンターで確実に。おっと、ようやく相田くん。三崎からまた行ってもらいましょう。敵の2番、これならばコンビプレーは問題なく効くでしょう。前線押し上げ、敵の4番、もう一丁コンビプレー。これ何度もね、同じコンビプレーをやり続けるっていうのもちょっと不遂かなって気はねするんだけどね。もうこのままコンビプレーだけやって時間稼いでね終わらせたい気がする。ここでパスでも良いんだけど、取られたら話になんないからな。確実に、ここは確実に行きましょう。んで、翼は後ろか、少し後ろに下げてボールをツインシュートで。決まらない。味方が取ってくれ、勘弁してくれ。それ、おっと、翼くん取った。ならばここからドライブシュートで。どうだ、ドライブシュートはこの辺りでも。いやー、もうドライブシュートが効くような状況じゃなくなってるのか。
敵のパスはディアス君に渡ってしまう。ちょっと待ってくれよ、これはこれは三杉君とかいないか。おっと、翼君対ディアス君の対決。翼君のタックルはあっさりとかわされてしまったぞ。三杉君出てきてくれ。三杉君はどこ行ってる。ディアス君のパス、高いボール、パスカル君がボール合わせるがパスで返す。三杉君が弾いた低いボールは敵の4番、そしてその4番パスしてディアス君にまたボールが戻る。ここでディアス君のドライブシュート、頼むから止めてくれ、明かします。おっと、三角飛びでドライブシュートを決めさせない。このボールをパスカル君が、あ、でもこれあれだ、もう動けなくなった状況、ゴール付近にね寄りすぎると動けなくなるという。これ三杉君はパスカットでいいかな。これ三杉の値がすごく高いんだよね、ディフェンス能力、タックルもパスカットも。シュートか。だがこのシュートはタックルで止められるんでね。そしてまだ敵にボールが行ってしまっているが、ゴール前味方大量いたはずなんだけれども、これ三角飛び最後だぞ多分使えるのは。どうする、こっから守りに徹するか、それとももう1点狙う。なんか松山君が全然活躍できてないんだよね、悲しいことに。活躍させたいんだけれども、美咲君すぐそばにいるから美咲君にパス回して、ディアス君が来たが、ここはコンビプレーでパス回してくれ。回った。あー、これもう1回シュート決めたい気がするけど、ちょっと時間稼ぎで終えようかな。これもう負けるわけにはいかないからね、多分負けたらもう一回リーグ戦最初からやり直しとかなりかねないんで、なんとかトーナメント戦には確実に進みたい。コンビプレーが決まって敵の4番が来た。時間4番によって稼ぐことができている。あ、これ最後はでもヒューガに、小次郎にボールを渡して、どうだ。あ、今ヒューがどこにいるか見てなかったな。ドリブルからの、これポイント足りるかな。ガッツ、ガッツが足らない。タイガーショットで、確か2作目からポイントが表示されるようになったんじゃないかな。これ1作目は何ポイント使うかとかね、わからないんでね。いやー、 3-1 でなんとか勝てそうだ。みんな頑張ってくれた。これでリーグ戦は突破。イタリア 0-2 で敗れたのは痛かったけれども、日本がトップでリーグ戦抜けることができました。2位はイタリア、これは借り返せんのかな、予選を通過した。そしてウルグアイとの対決になります。さてここでレベルアップで、ここからはもうリーグ戦でなくトーナメント戦、必ず勝っていかないといけない、そういう戦いになりますが、この続きはまた次回やりたいと思います。この続き興味ございましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。